はい、北野です。私はですね、今回の Java 1のテーマが Make the Future Java だったので、それをどう作りていくかという話をですね、していきたいなと思います。アットウェアの北野浩二です。私の役職は副社長で、服は服でもこの服です。福井県出身ということもありますし、幸福を呼ぶと。で、その幸福がですね、実は形になって、Java 1の最終日のデイリーアップデートの顔写真も私です。はい。何も、あれ。あ、やばい。トラブルが起きましたね。はい、行きましょう。はい。で、じゃあ、その未来についてどう、イメージしていますかということで、まずちょっと私なりにですね、過去に戻ってみました。私がですね、この業界を志すきっかけ、まあ、ベーマガとかですね、ファミリーベーシック、FM77、AV20 っていうのを僕最初に買ったんですけれども、まあ、これらみんな好きだったんじゃないかなと思います。でも、最近の子供たち、公園で溜まって DS してるってなんか無意味なことやったりしてますよね。だったり、まあ、最近のガジェット、まあ、非常に高機能なんですけれども、まあ、子供たちがこれ見てですね、これをどう作っていきたいかと思った時にかなり壁が高いと思うんですね。私たちが子供の頃よりはですね、まあ、昔はこうね、上流までこういうような渓流で行けたかもしれないですけど、最近はもうこんな落差があってですね、もう死んじゃいますと登ろうとしたらですね。で、まあ、この Java 1で私は見つけました。何が必要かっていうことですけど、まあ、子どもたちに対してのですね、やっぱ教育っていうのは大事だなと思って、そういうセッションがですね非常にあったなって、まあ、3つ4つぐらいあったと思います。で、まあ、その中でですね、まあ、初めて知るようなツールもありましたけれども、まあ、レゴマインドストームとかスクラッチなんかは非常に有名ですけれども、アリスとか、ここの真ん中にあるグリーンフットとかですね、非常にこれ使ってみて、大人とか、まあ、社会人でもですね、非常に使えるものかなって私思っています。で、こういうものを使ってですね、教育していくことによって、まあ、Java の技術者っていうのもですね、今よりも数倍増やしてですね、Java 1東京でですね、5000人というような未来も気づけるんじゃないかなと思っています。そのためにまだ私一人ですけれども、 meetup.com にこういうものを作りましたので、ぜひですね、一緒に子どものための教育っていうことをですね、もうちょっと意識してやっていきたいなと思います。そのために皆さんにちょっとヘルプですけれども、まあ、コンピューターが必要ですね。私一人、まあ、2、3台持ってますけれども、それで十分じゃないかもしれないので、もう使わないよっていうコンピューターがあれば送ってきてくれればなと思いますし、まあ、一緒に参加してですね、子供に教えるっていうことも協力していただければなと思いますし、あとは実際に教える子供ですね、皆さんの、お子さんとかお嬢さんとか教えたいなと思う対象の方をですね、ぜひ参加させていただければなと思います。で、まあ、最後にですけれども、何か新しいものを始めるっていうことはですね、すごいなんかイケてる感じがします。まあ、そういうような情熱っていうのをですね、ジョバンに参加することによって、私は得ることができました。ご清聴ありがとうございました。すごい素敵です。はい。